すする TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日なんか久しぶりに東京結構暑い日で、こんな暑い日ではあるんですけれども、ちょっとね味噌ラーメンをすすりに来ちゃいましたということで、こちらのお店です。どん。東京メトロ九段下駅から徒歩3分くらいのところにあります九段下中地さんにお邪魔してます。こちらのね九段下中地さんはですね、今年オープンのお店でして、この九段下とかここら辺のエリアではね結構珍しいんじゃないでしょうか。味噌ラーメンの専門店なんですよね。牡蠣を使った赤味噌ラーメンと、あとあん肝を使ったね白味噌ラーメン、さらにあの食べログ上ではね、まぞそばってなったんですけど、まあ混ぜそばメニューなんかもあるお店で、ちょっとねどの味噌で行こうか非常に迷ってしまうところではあるんですけども、とりあえず向かっていきましょう。さあ、というわけでね九段下駅降りてきました。まあ、本日ね実はこの前にね一仕事ちょっとこなしてきておりまして、料理研究家のねバズレシピでおなじみのリュウジさんのねラジオに出演させていただきまして、リュウジさんがね一応前にもあの一度お会いしたことがありまして、あの世界一のユッケさん、我らがね坂村ユッケさんの、チャンネルでねちょっと一緒にあのリュウジさんに料理を作ってもらって、僕らはねその料理を魚にこう飲むっていう動画を撮らせてもらいまして、まあ、その時もね結構あなんかリュウジさん結構ラーメン詳しいなとか思ってたんですけど、今回ラジオでねしっかりこう腰を入れてね話してみたら結構マジで詳しくて、特にね千葉のラーメンにめちゃくちゃ詳しかったんですよね。まさかリュウジさんの口からね竹岡式ラーメンという単語が飛び出るとは思わなかったです。本当にリュウジさんねめっちゃあの話してくれるんで、あの僕みたいなね話待ちの人間としてはねすごく喋りやすかったですね、ラジオも。はい、もしかしたら今後あのリュウジさんと一緒にラーメンを食べに行くなんて機会もできるかもしれませんので、ぜひぜひお楽しみにしていただければということで、ああもう着いちゃったあの新丸子のデコっていうお店の3号店らしいです。僕これ知らなかったんですけど、あのもう一個ね中華そばゆいっていうあの生姜ラーメンの店があるんですけど、そこも実はデコさんの支店だったらしいです。ちょっとゆいも行きたいと思ってたんで、近いうちまでゆいさんもねあの伺わせていくかもしれませんということで、とりあえず中地さん向かってみましょう。さあ九段下中地さん、ショーケースです。今回は味玉赤味噌ラーメンと白飯ショー、さらに生卵もプッシュしてダブル卵体制でいきたいと思います。店内はカウンターと対面式のテーブルがあり、カウンターに座ったすするはおすすめの食べ方を熟読。おもむろにタオルを広げて見せつけるダイレクトマーケティングを強行して待ってた。こちらが九段下中地さんの味玉赤味噌ラーメンと白飯と生卵です。おお、てっぺんにはネギが盛られ、ゴマがパラパラとトッピングされたナイスガイなビジュアル。赤味噌スープはまだ鳴りを潜めてはいますが、非常にいい色をしていて期待値はぐんぐん上昇中。生卵やライスも必ずやうまいこと活用してやるぞってことで、いただきます。ではまず強烈な香りを放つスープから、ブワーン。赤味噌ラーメンの味噌には牡蠣を練り込んでいるとのことで、どろりと超濃厚な口当たりと重厚感のある赤味噌がズボンと味覚にのしかかり、この濃度の味噌ラーメンは都内を探しても指折りなもので、中地さんでしか味わえないオンリーワンなもの。もちろん味が濃いめなので白飯に手が伸びるのは必然で、中地マックスが出来上がるより先に味噌地マックスが完成します。さあお次は麺とご対面、一斉のおでスーズロー。濃厚なスープに負けず埋もれずな極太縮れ麺は豊かな風味を持ち合わせ、それと同時に赤味噌スープの濃度を際立たせながらも運んでくるという群を抜いた相性。一度すすれば強烈なインパクトが頭から離れず、これは初めて元気です。スズルを見た時と同格か、それ以上。スズル最近顔色悪くない？元気です。スズル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 改めて見るとこのラーメンの圧倒的勝利です。さて今度は生卵を溶き、そこに麺を絡ませて、さらに白飯にバウンドさせて、そろそろ卵黄のまろやかさが味噌スープの濃度をまろやかに包み込み、おすすめの食べ方に書いてあった通りオンザライスしたことによって満足度もアップ。味噌と生卵の入り混じったエキスは白飯を容易に食らわせてきます。てな感じで今度は大判なチャーシューを食らってみれば、食べ応えありつつバッチリジューシーで、これまた白飯を進ませる肉やつ。肉まれっ子世にはばかるとは申しますが、味噌すすりっ子はどうなると思いますか？皆さんの意見をぜひコメントでお聞かせください。そして今度はメンマ、少し焦げ目がついており、これは店内で仕込んで焼き目をつけているとのこと。香ばしい風味もあり味しみもバッチリで、このメンマだけでまた米が食える。
このようにパワープラスパワーかけるパワーといった全てが印象に残る無敵の牙城は、訪れた者を虜にして離さない。もはや城の一部になっても、きっと平らげた後もしばらくはこの一杯のことを考えてしまうだろうと、少し恋にも似た感覚を持ちながらも、ラストに味玉をカプカプと食らって、こいつもまた黄身が濃厚でインパクト強えなと思っていると、本日も完食です。大変美味しくすすれました。超濃厚でパンチがある中毒性抜群の今年注目味噌ラーメン、今度は白味噌や和え玉もすすってみたい。それではごそれ、はい、ごちそうさまでした。というわけで九段下中地さん行ってきたんですけども、めっちゃ濃かったですよ。濃かったけどね、でもうまかったですね、なんかね、バランスの良い味の濃さ、やっぱ赤味噌を使ってるんでね、なんか味噌のね濃度が結構普通のいわゆる白味噌ラーメンってことはなんか別格な感じですね、一口目飲んだ瞬間からもう味噌っていう、もう味噌の味がねしっかりとしてましたね、味噌味。そしてね、そんな麺に合わせる麺はですね、麺もなかなか太くて、そして縮れを帯びてる中太麺、まあ極太麺と言ってもいいかもしれない、平打ち気味だったんですけど、まあ、この麺もねしっかりとスープまとって、麺自体もすごいもちもちとした食感で、この麺も美味しかったですね、最初ね、なんか味噌ラーメンに生卵ってちょっとうがった目で見てたんですけどね、本当うがった目で見ていた当時のすするを恥じたいですね、生卵合いますね、やっぱ濃厚な、まあ、超濃厚な味噌なんで、食べ進めていくとね、だんだんちょっとこううってなってくる瞬間がね来ちゃう可能性があるんですけど、生卵をこう絡ませることによって結構ね味の濃いめな味噌がこうまろやかになって、でさらにね、ご飯にこう麺をオンザライするっていう、生卵麺をご飯にオンザライすることによって、ライスにもね卵と味噌スープがこう合わさったなんか特製のタレみたいな感じでね、ご飯も美味しくいただけるような、すごく考えられた感じですね。ワイルドに見えて考えられてるなっていう感じがしました、チャーシューとかねメンマとかトッピングも結構こだわられていて、濃厚でねガツンとパンチの濃い一杯だったんですけども、意外とこう隙がないというか、なんかどこかねこう繊細さも感じられるような美味しい一杯でした、今回ね赤味噌ラーメンいただいたんですけども、ちょっと次回ね白味噌とか混ぜそうもちょっと若干気になりますね、味噌ラーメンの進展はねなかなか珍しいんで、今回非常に美味しい一杯いただけて大満足でした。どうしました。それではするの公式キャッチフレーズ、九段下中地さん、赤よりも濃い紅や、もはや紅味噌ですね。どうもチャルトです。のびです。味噌ラーメン、はい、いや味噌いいな。味噌うまそう。味噌ってやっぱね安定感あるということで、米編皆さんからのコメントにする TV を編集するのびでチャルトが編集してこられております、はい、皆さんコメントいつもありがとうございます。ありがとうございます。まずはこちら、はい、目整形しましたか。ということで、まあねしてますけどもね。出ました。してる疑惑こちらからも出てますからね。こちらから出てますよ、安心してください。本当に4年前ぐらいの動画をぜひご覧ください。はい、すする整形でなんなら出てくる可能性あります。あるね多分、青森でねすする その小学校の写真とか見たら、変わりすぎててびっくりしますが、本人曰くしてないということなんで、なんか起きたらなってたとか、起きたら寝てたらなってたみたいな、ああそう言ってましたね。よくわからんこと言ってました、ね、まあしてると。みんなここは言及していこう。常にいこう、はい、そしてこちら顔テカテカ系 YouTuber ってことで、そんなテカテカしてた、そんなチュートリアルみたいな、ね、昔のね昔のチュートリアル福田みたいな、テカテカしてることあんま、むしろ乾いてる方やと思うけどな、乾燥肌みたいなイメージはあるけど、あれか照明かな、あるかもね、照明プラス汗とかな、書いてみたいな、そうかも。でもなんか汗かいててもテカテカっていうなんかベタっとしてない感じするってなぜか、ちょっとアンパンマンみたいなとこある。濡れたら、そうそうそう、そうそれがテカテカする可能性はありますけど、確かにエロゲーのやつみたいな感じ。なぜかピンクっていう、ね、はい、そしてこちら、はい、The color of soup makes it clear that the soy sauce is giving the its nice flavor and it looks deliciousIt's nice ですね。なるほど。ハワイで撮影した時のゼラ監督かお前。スーの方。そう。なんか海外に行って撮影してる時のゼラ監督かお前は。捕まる前のね。いやいつもねなんかコメントくれてますが、はい、ありがとうございますね。なぜか英語で。なぜかなんでなんこれ。ねなんでだろうね。めちゃくちゃ日本人の名前で。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ナイスですね。